ニュースポストセブンです。超有名俳優夫婦の庶民的金銭感覚に注目です。夏休み2人の子供を連れて常夏の楽園ハワイに旅立った菅野美穂さんと堺雅人さん。空港の待合スペースに座る菅野さんは白い T シャツにクリーム色のジレを合わせたナチュラルスタイル、堺さんはグレーのポロシャツ姿でした。空港で目撃した人は2人は周囲に溶け込んでいて、周りにいた日本人も超有名俳優夫婦の存在にはほとんど気づいていませんでした。飛行機はエコノミークラスを利用したようですと明かしています。